ドイツの画家である、ドナウアーの修行時代については何も知られていない。ドナウアーは、ダッハウジョの舞踏会場で、アルブレヒト5世のために、神々のフリーズを制作した。ダッハウジョの教会のために描かれた絵画は、現存していない。1567年以来、ドナウアーはマイスターであり、1568年に、皇太子ビルヘルムに仕えた。 ビルヘルムは1569年に彼をローマに送り、そこで皇太子の芸術展示室の作品を購入することになった。その後、1573年までトラウスニッツ城の騎士の間のフレスコ画に取り組んだ。1574年に彼は、ノイブルク・アンデアドナウの宮中博、フィリップ・ルート・ビヒの結婚式の準備を依頼され、とりわけ結婚式でも様された馬上やリジアを、 デザインした。1576年にミュンヘンに戻り、1575年から1576年にかけてバイエルン州立図書館、1577年にノイエヴェステヌ・ボールトに2つの地球儀を製作した。ドナウアーは引き続き非常に広範囲で用いられた。イエズスカイ演劇エステルのために全体的なビジュアルをデザインし、1578年に フェルディナント2世のために、馬上やジアイの衣装と旗をデザインした。1584年以来、彼は、ミュンヘンレジデンツのアンティクアリウムの窓を描いている。ここで彼は、バイエルンの街並みの最も初期のシリーズを制作した。バイエルンの都市、市場、城の合計102の会話があり、そのうち36は、カール・アウグストレブシーが水彩で再現した。1588年には、 シュタルンベルク湖のバイエルン艦隊配備に貢献した。息子のゲオルクとハンスも有名な画家になった。ありがとうございます。